柳瀬博文君。はい、日本維新の会の柳瀬博文でございます。3名の参考人の皆様には、貴重なお話をいただきましてありがとうございました。まずもって感謝を申し上げたいと思います。まずですね、向田参考人にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、この国境離島の重要性については、ようやくですね、認識が深まってきたのかなというふうに思っているところでありますけれども、例えば東京都に関してもですね、この基礎的な調査をこれからやっていこうという、まだまだその段階にあるということだというふうに思います。これは漁業資源を守っていく、またレアメタル等々のですね、希少資源を保全していくといった観点からも、ここが重要だというお話は、この調査会でも何度もしてきたところでありますけれども、この2島、沖ノ鳥島と南鳥島ですね、これを具体的にですね、より活用していくためには、どのような活用方法がベストだというふうにお考えになっているのか、この点についてお聞かせいただければと思います。向田参考人。まず南鳥島でございますけれども、海上保安庁は実はだいぶ前に駐在を撤収したところであります。昔ロランステーションがありましてですね、そこに海上保安庁の職員が交代でですね、勤務しておりました。現在は海上自衛隊のですね、硫黄島の分遣隊、それと気象庁のですね、高層気象に関する観測職員がですね、常駐しておりまして、自衛隊のですね、航空機で硫黄島経由で、渡海交代をやっているということであります。そういう意味では、南鳥島でもですね、離島等の施設整備に関する法律に基づいてですね、施設の整備も進んでいるというふうに承知しておりますけれども、そういう意味では南鳥島はですね、今のところそんなに大きな不安はないのかなと思っております。で、沖ノ鳥島でありますが、先ほどもちょっと触れましたように、人が住めるような島ではありません。しかし、海上保安庁がですね、灯台を設置しております。また国交省の河川局の方が監視カメラを設置するなどしてですね、あそこは常時、巡視船艇航空機のパトロールもありますけれども、監視体制を確保しております。そういう意味では、沖ノ鳥島もですね、今、特段大きな不安があるわけではないというふうに思っております。それよりも尖閣問題でありますが、私の資料の中で、メディアウォッチの特別機構でも申しましたし、学士会の講演録にも言っておりますけれども、実は特定離港ということでですね、沖ノ鳥島と南鳥島は整備が着々と進んでいるところなんですが、尖閣諸島については特定離島に指定されていないわけであります。そういう意味で、手がつけられないというか、手がつける状況がないということでありまして、その方がむしろ不安であるということであります。三浦、ごめんなさい、柳瀬博文君。はい、ありがとうございます。沖ノ鳥島、南鳥島もですね、より実効支配を強化していくといったことが私は必要だというふうに考えておりますので、さまざまな活用方法というのはあるというふうに思いますので、これを検討していきたいというふうに考えておるわけですけれども、そこで、ちょっと今おっしゃっていただいたんですが、小谷参考人にお伺いしたいと思いますが、尖閣においてはですね、実効支配の強化としていくべきだというふうに私たちは考えています。で、これを実際にですね、これを強化していく中でどういったストーリーが考えられるのかと、そのプロセスにおいてですね、さまざまな横やり等と考えられると思うんですけれども、これについてのご見解をお聞かせいただければと思います。小谷参考人。はい、ご質問ありがとうございます。尖閣に関して実効支配を強化するために、例えば施設を建設するですとか、あるいは公務員を常駐させるという案は、この数年何度も議論されたことだと思います。で、私自身それに真っ向から反対するわけではありませんが、それを仮に日本が一方的にやったというふうに国際社会に見られた場合、これはやはりマイナスの効果を生むのではないかというふうに考えます。あるいは今回、会計法の中で
中国が管轄していると主張している当初で建設物を作った場合、これを会計局が止めるという条文も入っているわけですので、その条文が実際に使われる事態を招くかもしれません。私としましては、その実効支配、その常駐させるですとか建設物を作る際は、やはり中国側が何かしらの強硬な姿勢を取った後に、それへの対抗措置としてやるということが望ましいのではないかと思います。例えば2012年の8月15日に、中国の活動家が上陸しましたけれども、例えばあの後にそのまま警官を常駐させていれば、日本から動いたのではないということが言えたと思いますので、そういう形で実効支配を強化するということを考えておくというのがいいのではないかと思います。柳瀬博文君。はい、丁寧なご答弁ありがとうございました。非常に貴重なご意見だというふうに思います。時間がないので、すみません、坂本参考人に最後お伺いしたいと思うんですけれども、この覇権主義を取っている中国とどう対峙していくのかという、大きなテーマの中でですね、坂本参考人は国連でも人権理事会の諮問委員会の委員も務められたというふうにお伺いをしているところであります。今中国においては深刻なですね、人権侵害が行われておるということで、主にウイグルの問題、また香港にも問題を抱えています。これからですね、この人権侵害に対して、私は日本がですね、どういう態度を取っていくべきなのか、超党派の議連ではマグニツキー法の制定、法整備、制裁できるような環境づくりといったことも考えているわけでありますけれども、この私たちに取るべき対応についてご示唆をいただければと思います。坂本参考人、ごめんなさい。侮ってはならない中国という自分の本の中で、終わりにというところで、中国の、人権に関する考え方を、挙げておりますけれども、中国は法治主義は言いますけれども、法の支配は言いません。なぜかというと、法の支配というのは確かに多義的な概念なんですけれども、それによって統治される人の権利や自由を保障するということを目的とするのであります。しかし法治主義は法律による国家の統治を目指すものであって、法律によって縛るのは国民であって政治や国家権力ではない。これが中国共産党が今取っている政策であって、我々は香港で何が起きたかというのを見ていますし、ウイグルの事態についてもなかなか我々が十分に知るところではありませんけれども、重大な人権侵害が起こっているということはもう皆が共有していると思います。そうした中で、中国にこの人権問題を取り上げると、彼らはまた歴史的問題として過去の日本の行為をやっていて、実は我々が一番大事だと思うのは、人権の問題を取り上げるときには過去の問題もあるかもしれないけれども、今そこにある人権の危機に直面している人々に対してどのように日本としてそれを発信していくのかということが重要ではないかと思います。だから歴史問題にすり替えさせないようなやり方が必要だと、その時に今言われている法律を作るのがいいのかどうかということについては自分も十分に承知しておりませんので、もう少し議論を詰めて、日本外交のフリーハンドを失わせることがないように。しかし日本という国は忘れてはならない大原則がある。それは法の支配と民主主義と基本的人権の尊重、これを、最も大事に考えている国の一つだということでありますから、その観点から今おっしゃったような人権の問題に関する法律の、整備について議論を展開していただければいいなというふうに思っています。私からは以上です。長瀬博文君、はい、ありがとうございました。時間が来ましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。